先月末から1週間、地元住民が開いた旧陸軍被服支廠の見学会。ボランティアによるガイドのほか、歴史を伝える紙芝居の公演も行われ、連日およそ100人が訪れました。そこには被服支廠の近くで育った被爆者桐明千恵子さんの姿もありました。見てもね、会えたこと今までないんですよ。初めてですか？行ってみたいよ、うん、軍服などを製造していた被服支廠で母が働いていたため、桐明さんは戦時中敷地内にあった幼稚園で過ごしていました。戦争中にね、実はね、全部グレーに塗られてたのよ。ああ、ここが、うん、これもう赤はその敵の爆撃の目標になるっていうんでね、世の中が暗くなったような、心の中が暗くなったような気がしましたね、子供心にね。原爆投下後には被爆者の臨時救護所にもなりました。血海の匂い、糞尿の匂い、うん、もう何と言って表現していいかわからない悪臭が漂うんですよ。寝かされて何の手当も受けず死んでいく、それを前の広場で山のように積んで油かけて焼く、白骨がねまだいっぱい埋まってるんじゃないかなという気がしておりますよ。桐明さんが話す赤レンガの建物、そして今も感じることができる被爆の痕跡といった点が評価され、国の重要文化財の指定に向けた動きが進んています。4棟のうち県が所有する3棟は先月価値があるという調査結果がまとまり、残る1棟の調査後に国で審議されることになります。そして活用策については1年余り行われた市民や有識者らによるワークショップなどから先月3つの方向性が決まりました。今後国、県、市による本格的な議論が始まります。被服支廠の記憶を語り継いできた桐明さんは軍の施設であったことを盛り込んだ活用を求めています。日本が軍国主義の時代で加害のね国であり、広島がその大きな拠点の一つで、そういう歴史をね忘れてはいけないし、なかったことにしてもいけないと思うんですよ。戦争の恐ろしさ、戦争の無謀さ、そういうものを物語る資料館みたいなものにねなればいいかなと思ってるんですよ。被服支廠はどのように歴史をつないでいくのでしょうか。